坂本大輔は、日本の政治家、公共政策アドバイザー。衆議院議員、次世代の東福幹事長、青年局長を歴任。大阪府大阪市西淀川区生まれ。小学校卒業後、東大寺学園中学校に入学。17歳で高校を中退。2008年、ワシントン州、セントマーチンズ大学政治学部、歴史学部卒業。2009年、 林秀夫政経塾の関西4期生として学ぶ。2011年4月より、村上英治大阪市議会議員秘書を務める。2012年3月、維新政治塾に1期生として合格。同年12月、第46回衆議院議員総選挙で広島7区に、日本維新の会から立候補するが落選。比例中国ブロックで復活し初当選。2014年、 日本維新の会の分党に伴い、次世代の党決党に参加、党副幹事長、青年局長に就任した。同年12月、第47回衆議院議員総選挙では次世代の党公認候補として広島7区から立候補したが、選挙区、比例区ともに落選した。その後、活動の拠点を関西に戻し、中谷由里子の選対事務局を務める。 2018年2月より、木下智彦らと共に、公共政策アドバイザー会社、グレンジャパンの大阪事務所に勤務。ありがとうございます。